感動する音質。はい、感動する音質、びっくりした。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの川ちゃんと同じくイヤホンのまるちゃんです。はい、今日の自分にグーパンチ、イヤホンの谷美久です。あれ3人ですか今日は。はい、ということで、はい、今日は何を紹介してくれるんですかね。今日はですね、はい、私が愛用している完全ワイヤレスイヤホンのヌアールの N6 Pro の後継機モデルが出たので、その N6 Pro 2何それがあるんです。これが、はい、これ私の、私が使ってる、愛用しているこれが、ちょっとだいぶ年季入ってる、だいぶ年季入ってる、だいぶ使い込んでるね。だいぶ使い込んでます。結構ボロボロだったけど。すごい愛しているんですけど、はい、これもともと音めっちゃいいって言ってたよね。そうなんですよ、ヌアール N6 Pro は N6 シリーズと呼ばれていまして、うん、いい音で音楽を聴くというね、はい、イヤホンの本質を徹底的に追求した音質重視なモデルなんですけれども、この音質にこだわった N6 Pro の、もうさらにこだわってる後継機の N6 Pro 2が登場いたしましたので、はい、今日はぜひ紹介したいなと、はいはい、思っております。良くなった良くなった言うけどさ、何が進化したかちょっと気になりますね。一番はもうね、はい、音質なんです。音質、はい、独自のダイナミックドライバーを、さらに改良、したり、外音取り込み機能とか、低遅延の、ね、ゲーミングモード、ゲーミングモード、そうなんですよ、ね、時代やね、時代ですね、時代ね、もうゲームの時代で今来てるんで、はい、はい、であとはですね、専用アプリに対応になったっていう点がね、ありまして、すごいめちゃくちゃ進化、しております。はい、はい、でここまで進化したんですけれども、お値段がですね、イヤホンウェブ価格で 16,500円。おなんか初代もっと高かったよね、発売当初は18,000円ぐらい、うん、はい、なるほど、だったんですけれども、前モデルよりも進化していても、それでも 16,500円と、はい、かなりお買い得価格になっているということで、はい、で左右共通の3ボタンとか安全性の高いバッテリーの採用など、いいところはそのままで、さらに改良した新しい N6 Pro 2ということ で、はい、でスペックとかその N6 Pro とのこの音質の違いなどもご紹介していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。これがパッケージね。わー、はい、じゃあこれが、はい、じゃあこれ早速パッケージ開封していこうぜ。いきましょう。はい、はい、外して、はい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 、ドン、来た本体。おー、めっちゃ色綺麗。色めちゃめちゃ綺麗ですね。なんか光の当たる角度によっても色が変わるやん、これ。ええやん。すごいですね、ええやん。はい、ということで付属品が、はい、こちら、充電用の、タイプ C のケーブルと、はい、あとは今 S サイズくっついてるんですけど、はい、じゃあシリコン製のイヤーピースですね。こちらが S、M、S、M、L の4サイズが付属いたします。はい、はい、このイヤーピースがですね、ブロックイヤープラスという単品でも販売されている、イヤーピースでして、そうなんや。そうなんですよ、遮音性と装着感を、特化するように作られた、こだわったイヤーピースでして、材料に抗菌剤を配合したシリコン素材を使用しているので、長時間使っても抗菌力が低下しないということと、あと小さい耳の方でも使いやすいように作られているということ で、うん、はい、で単品だと1300円ぐらいするので、結構高いね。そうなんです、結構、お値段ね、最初からこれがついているっていうのはかなりお得感があります。はい、本体がそんな、なんか落ち着いた感じの色ね。そうですね、すごいシックな感じの色になってますね。はい、はい、で、カラバリが、はい、カラバリが2色です。2色、はい、トリプルブラックとボルドーです。ボルドーって何？ボルドー、赤いのね、深みのあるね、ワインカラーみたいな感じですね、はい、だからボルドーだね、こっちがブラックで、はい、そうですね、はいはいはい、で前モデルは色関係なく、どちらもケースはね、ブラックだったんですけれども、今回は N6 Pro 2はケースも本体と同じ色になっていて、すごいおしゃれになっております、開けたら、こんな感じ、はい、かっこいいですね、ね、スタイリッシュね、デザインは、はい、はい、まあ初代と並べてみると、ぶっちゃけ見た目、大きさに関してはほぼほぼ一緒かな。はい、まずはですね、早速装着感と、音質からレビューさせていただきたいと思います。でその後に、はい、スペックをご説明させていただきます。じゃあこれ装着してみて。はい、装着してみたんですけども、はい、ですね、こう見た目は結構大ぶりなんですけどもね、奥まですごい入り安くて、すごい透けやすいんです、やっぱここはね、変わってないですね、前と。さらにこのイヤーループがですね、耳の中のくぼみにしっかり引っかかってくれるので、安定感がとてもありますね。はい、
で、まあ、N6 Pro と装着感ちょっと変わらないかなと思ったんですけども、多分こうイヤーピースの違いからかこう耳への吸着力がすごい強くて結構落ちるそうなっていう感覚がなくて、すごい安定してます、うんまあ、こちらの方がすごい圧迫感が少なくてこう疲れにくい感じがして、つけ心地はもうめちゃくちゃいいです。なんか見 て、はい、見てたらちゃんとイヤーフィンがさ、はい、すごいしっかりはまってるよな。はい、めちゃくちゃしっかりいい感じ。あ、イヤーフィンの圧迫感はそんなにない？ないですね。なるほど、はい、やっぱこう肉抜きされてるからかな、うん、柔らかいんよね。はい、だからこう ちゃんと引っかかるけど、うん、あんまりこう当たってる感じがない。はい、すごい耳当たりも優しくて、うん、はい、あー、めっちゃ装着感やん、確かに、うん、そうそうそう、もうイヤーフィンの出来はかなり秀逸やね。はい、はい、うん、でここからは実際にこの iPhone で接続してみたいと思います。はい、はい、はい、つながりました。次はですね、もう外音取り込みの機能がついたということなので、早速ねその、はい、レビューもさせていただきたいと思います。で N6 コネクトという専用アプリがありまして、まあ、それをつなげてその切り替えもできますし、ワンボタンで切り替えることもできます。こちらの真ん中の大きなボタンをこう2回連続で押すと、まあ、外音取り込み、機能がオンオフができますね。でちなみにまあ3回押すとゲーミングモードなんですけれども、まあ、ボタンで操作もできるしアプリで、切り替えもできます。それではもう、外音取り込み機能ちょっと使ってみたいと思います。はい、あ、かなり自然ですね。自然、すごい自然です。はい、声がとても聞き取りやすいですし、かなりクリアです。今全然つけて喋ってても、うん、全然違和感がなくて、このまま、まあずっとつけて喋っときたいなっていう感じですね、うん、はい、もうこの価格帯ではこう十分な うん、もう性能かなと思います。そこそこいいと、めちゃくちゃいいですね。はい、はい、でもこのまま音質も早速、はい、聞いてみたいと思います。はい、はい、あ、やっぱいいですね。あ、すごい聞き取りやすいです。はい、めちゃくちゃいいです。はい、で実際にこれちょっと何時間かじっくり聞いてみたんですけれども、やっぱりボーカル好きにはたまらない方のですね、こうボーカルの綺麗さと結構ツヤ感がすごい他の完全ワイヤレスイヤホンとは違う、まあ、その独特な鳴り方がありますね、うん、はい、ボーカルがすごい近くてとってもくっきりしてるんですけれども、うん、こう後ろの演奏やこう楽器の音もすごい細かく聞こえてきますね。で左右それぞれから分かれて聞こえてくるその音の明瞭さと奥行き の、うん、広さがすごい感じられます、うん、でやっぱり、ね、一音一音 の輪郭がすごいはっきりしてるので、音の定感が、ね、めちゃくちゃ分かりやすいですね、うん、音場もすごい広めで音が伸びやかなので、こうオーケストラとか聞くと、もうこれは本当にですねワイヤレスイヤホンなのかなっていう、驚くほどにもうすごい綺麗です。はい、でまあ、N6 Pro はこれ愛用してきたんですけど、やっぱ N6 Pro と比べてですね、すごい一番思ったのは低音の迫力がもう全然違うなと思いました。はい、N6 Pro はですね、こう中高域寄りな音質だと思ってたんですけれども、N6 Pro 2は低音もしっかりずっしりと響いてくるので、結構音の迫力がすごくて没入感のある音質ですね。はい、でオーケストラやこうライブ音源にすごい合いました。こうブレイクの時のこの音がね、鳴り止む時のこの音の余韻がすごい綺麗で、こうグッと身構えてこう演奏を待ってしまうぐらい引きつける音質ですね。はい、でボーカルが綺麗なだけではなくて、こう空間表現が長けているので、迫力よく感じて聴けるんだなと思います。でホイットニー・ヒューストンとかすごい私聴くんですけど、音の迫力がやっぱり N6 Pro とはもう格段に違いました。すごいゾワッとこう来るような、ボーカルだけではなく音の演奏もしっかりと耳に届きやすくて、うん、とっても没入感がありました。でバラードだけではなくて、こうアップテンポな曲でも楽しんで聴くことができたので、ジャンル問わずおすすめしたいです。はい、はい、で低遅延に関してはですね、ゲーミングモードを実際試してみたんですけれども、うん、ほとんど音の遅延を感じられなくて、映画とかバラエティを見ても口とセリフがずれるっていうような感覚全くなくて、うん、普通にワイヤレスイヤホンだということを忘れて問題なく楽しむことができました。で、まあ、やはりワイヤレスなので、こう完全な無遅延は難しいんですけれども、かなり実用的なレベルの遅延だなと思いました。あ、じゃあもう動画コンテンツとかも、はい、うん、全然いけるみたいな。全然いけますね。ゲームも私のやってる RPG とかも問題なくやれました。なるほど、じゃあ音質はかなり良くなってるみたいな感じなんですね。そうですね、はい、はい、じゃあ次細かいスペックに関してチェックしていきましょうか。はい、はい、まずなんか進化言うてるけど、はい、どこら辺が進化したのかな。
まず主に進化した点が5つございます、はい、1つ目は何ですか、はい、で1つ目はねドライバーですね、うん、はい、N6 プロで好評だったドライバーユニットのヌアールドライバー N6V5 を改良を重ねて 7NOCC ボイスコイルを組み合わせたヌアールドライバー N6V5X を搭載しています、はい、ピュアオーディオの概念を導入してアナログ信号を伝送する潜在の特性にまで、配慮を施しているので、前よりもさらにパワフルな低音再生を可能にしている、ということですね、はい、ボイスコイル変わるだけで音数って変わるんですね。そうですね、確かに低音がすごい増えてましたね、はい、はいはい、で2つ目はクアルコムの新しい左右独立受信方式 の, トゥルーワイヤレスミラーリングですね、うん、はい、接続する端末や Bluetooth 機器に関わらない左右独立通信が可能で、うん、片側のイヤホン全ての操作が行えるので、こう片耳での運用にも最適なクアルコムの最新技術となっております、はいはい、なので前まで片耳だけでできなかったんですけど、うん、今回片耳だけでも使えるようになっております、はい、他に何かメリットとかないんですか。なんか途切れにくさとかは一緒なんですか。そうですね、さらに途切れにくくなって接続もスムーズになっているということですね、うん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 、はい、まあなんかそう、なんかね前になんか似たような機能あったけど、うん、前もなんかもともと Android だけやったじゃないですか。そうですね、はい、左右独立して通信するの。そうです、そうです、まあ、それでね新しくなんか iOS、iPhone でも使えるようになるって、なかなか iPhone ユーザーにはね嬉しい機能ですね。そうですね、はい、はい、で3つ目が2つの低遅延モードを搭載していると、うん、はい、独自のゲーミングモードを搭載していて AptX Adaptive に対応していないこう Android 端末や、うん、iOS 端末などにでも、まあ、コーデックに関わらず低遅延なワイヤレス通信ができるようになった、うん、ということですね、はい、はい、でまあもう一つの低遅延モードとして AptX と AptX Adaptive に対応してるんで、はい、まあ、対応してる Android 端末をお持ちの方でしたら、はい、まあ、それもお使いいただけますよっていうことですね。そうですね、はい、はい、なんか音楽だけではなくて、うん、ゲームや動画コンテンツでも楽しめるようになっているということで、はい、はい、嬉しい機能です。はい、そして4つ目はですね通話品質の向上ですね、はい、周囲の騒音を低減して明瞭な音声通話を実現するツイン CVC のマイクを搭載していて、これまでのヌアール製品の中でも最も高い通話品質を実現しているということで、はい、リモート会議とかやっぱり今多いと思いますので、会議とか電話で音声を使用することが多い方にもおすすめですね、はい、向上した向上したって言っても実際に聞いてみないと分かんないじゃないですか、はい、なんでちょっと実際に通話した音のマイクの音をね実際に録音してみたんでまた聞いてみてください。はい、はい、ヌアール N6 Pro 2を使って音を録音しております。音質の方いかがでしょうか。ヌアール N6 Pro 2を使って音を録音しております。音質の方はいかがでしょうか。そして最後の5つ目はですね専用アプリに対応したという点なんですけれども、うん、はい、iOS とか Android 対応のスマートフォンアプリ N6 コネクトによるイヤホンの機能のカスタマイズができるということで、うん、はい、でこちら細かく設定できるということね。そうですね、細かく設定ができますね、はい、はい、で外音取り込み機能も、うん、オンにするし、そうですね、いじれますし、うん、そのオンだけではなくて、そうですね、音楽再生に連動しないとか音楽再生音量を下げるとかいう形で選べますし、うん、まあ、ゲーミングモードの切り替えと、うん、あとはその最小最大音量の設定ですね、うん、ローとかハイとか、うん、まあ、原因ですねの設定もできる、原因設定もできるの。そうなんですよ、すごいな、はい、音をすごいそのイヤホンによって切り替えることができるっていう、はいはいはい、そしてイコライザーの切り替えがあって、うん、まあ、今は標準フラットなんですけれども2個選べるので、まあ、好みの音に合わせて好みの音に合わせて選べます、ね、はいはい、であとはそのフロントの、まあ、リアボタンの設定ですね、自分の押しやすいようにボタンカスタマイズできる点ですね、うん、はい、であとはアップデートとか、あとはそういう説明書とかが、うん、まあ、見れるということで、はい、で、まあ、もちろん電池残量も確認できるっていうアプリが、うん、対応になって、はい、もうさらに使いやすくなったということ、うん、これがやっぱり前になかったのですごい嬉しいです。いい、便利よね。めちゃくちゃ便利ですね、はい、はい、アップデート嬉しいです、はいはい、っていう感じになっております、はいはい、そしてコーデックはですね SBC、AAC、AptX、AptX Adaptive が対応しております、うん、でバッテリー駆動時間に関しましてはコーデックによってお時間変わりまして、うん、はい、SBC と AAC 使用時は本体のみで約10時間で、AptX Adaptive と AptX 使用時は約8時間、うん、で充電ケースと併用して約40時間の連続再生が可能になっております、うん、じゃあまあね完全ワイヤレスに求められる欲しい性能は大体備わってるっていう、はい、そうなんです、うん、機能面もじゃあ充実した製品なんですね、うん、はい、はい、そうですね、もう素晴らしいイヤホンです、うん、はい、
はい、レビュー後に50時間ぐらいですね鳴らして聞いてみたら音質が変わりましたので、ちょっとレビューさせていただきます。あの開封したての時の音質も綺麗で満足してたんですけれども、あの長時間鳴らした後の音質に比べると解像度が高くなって、すごいクリア度が増したなと感じました。オーケストラを聴いてもすごい臨場感と迫力が上がったなっていうことが感じたのと、激しめのロック系を聴いても一音一音くっきりしてさらに聴きやすくなったなという印象に変わりました。あの開封したての音質よりもすごいトゲが取れたような、すごい滑らかな音質に変わったなと思いまして、さらに自分好みになりました。ダイナミックドライバーならではの育てる楽しさがあるっていうのもめちゃくちゃ嬉しいポイントだなと思います。以上、ヌアール N6 Pro 2のご紹介でございました。音質重視で作り上げた N6 Pro の、攻撃モデルと納得できる、もうこだわり抜いた音質を体感できました。あのやっぱり接続の速さやスムーズさも改善されて、専用アプリ対応によって確実に前よりも使いやすくて、感動する、音質になっております。感動する音質、はい、感動する音質、びっくりした、はい、そう、音質にもとてもこだわっていて、機能も最新アプリで対応がいいという方はですね、お客様ぜひおすすめでございますので、ぜひご検討ください。はい、で全店舗で試聴機がございますので、ぜひぜひ実際に試してご視聴いただければと思います。それではイヤホンヘッドホン専門店イヤホンのまるちゃんとかわちゃんがお送りいたしました。ただいまチャンネル登録者数10万人を目指しておりますので、ぜひとも高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様さようなら。